何これ。練習。できない。ええ、今後もう一切舞台には立てない。もう踊りはおやめになった方が。跳躍などで膝に負担をかけ続ければやがては残りの一生を杖と共に生きることになる。私の責任です。ちゃんと適度に休憩させて。先生、ひな子。うん、思い出した。私、いつの間にか天才バレリーナ。単純に私、まさか。今は大丈夫な。日常生活に支障は。走ったりすると少し違和感はあるけど、逆に戦闘中はリフレクターの力。うん、この後どうなったのか。うん、今まで見てきた記憶からしてもこの先で。話を踏まえなくてもいい。このドアは何でしょ。どこかに繋がったりして。何も。このドアも何か。視界は悪いけどここにも記憶はあるはず。うん、大事にしまおう。えい、さっさと倒しちゃおう。よし、私の番。せい、行きましょう。さあ、よし、やるよ。はっ。さあ、どう動こう。はっ、行きましょう。
大丈夫ですか？よし、やるよ。パスでもいける。やん、行きましょう。大丈夫ですか？もっといけるよね。次はどうしよう。でも行ける。やっ、せい、行きましょう。大丈夫ですか？仕掛けます。大丈夫ですか？私の番。よし、やるよ。ほっ、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。取っておこう。私、頑張ります。どう動く？はっ、行きましょう。さあ、攻め時だね。よっ、さあ、どう動こう。いつでもやれます。大丈夫ですか？よし、やるよ。よし、私の番。仕掛けます。下がるね。頑張るね。いつでもやれます。大丈夫ですか？どうしようかな。いつでもいける。やっ、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。またこれだ。ひなこ、学長さんが普通科への入学特別、近々制服も届くと、今日は冷えるからちゃん、さっさと倒しちゃおう。いつでもいける。よし、やるよ。いつでもやれます。大丈夫ですか？いつでもいける。いつでもやれます。次はどうしよう。いつでもいける。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。
倒しちゃおう。いつでもいける。ふっ、よし、やるよ。仕掛けます。大丈夫ですか？いつでもやれます。じゃあ、よし、やるよ。いつでもやれます。大丈夫ですか？もっといけるよね。攻め時だね。くらえ！や！いつでもやれます。大丈夫ですか？いつでもいける。くらえ！次はどうしよう。調子でね。何これ。
よ。ファ、取ってよ。ファ、彼氏とデートなんのろけはいいじゃん、ちょっとくらい。まるで私はバレエを失う。私は準備はいい？いつでもいける。セイ。攻め時だね。いつでもやれます。大丈夫ですか？さあ、どう動こう。いつでもやれます。攻め時だね。ここ、いや、あ、もっといけるよね。大丈夫ですか？いつでもいける。いや、いつでもやれます。大丈夫ですか？いつでもいける。もっといけるよね。攻め時だね。せい、いや、いつでもやれます。大丈夫ですか？よし、私、次はどうしよう。はっ、うん、次もこの調子でね。お、よいしょっと。うわ、よいしょっと。うわ、次どこ行く？私、あ、じゃあ、そうだ、私、雰囲気良さげなお店見つけたんで。バレエを失った私、どこにも行けず何にもなれない。それが悲しいのか。この時の私は、
手ごわそう。さあどう動こう。仕掛けます。やあ攻め時だね。はっ、ピンポイント。行きましょう。大丈夫ですか。私の番。ほっ、攻め時だね。ほっ、特別はここに。やっ、行きましょう。さあ、もっといけるよね。この力でみんなを守る。よし、やるよ。はっ、いつでもやれます。いつでもいける。カゴン、よし、やるよ。もっといけるよね。私に飛ぶ力も。さあどう動こう。行きましょう。大丈夫ですか。よし、やるよ。よっ、傷を癒します。もっといけるよね。はっ、えっ、カゴン、えっ、甘いです。私の限界を超えてみせる。最初に言ってた子たちなんだ。うん、私のとっても大切な友達。私ね、バレエができなくなってからずっと塞ぎ込んでたんだ。学校へも行かずにずっと部屋の中にいてさ。それから夏になって勇気を出して登校して、普通の学生生活もこれからどう生きればいいかもわからない。出会ったのがユズとライムだった。大切な友達か。それにしても世界を守るって一体どういうこと？二人はね、私をリフレクターにしてくれたんだ。
リフレクター?指輪をくれたってこと?うん、私はリフレクターになってユズとライム二人と協力して戦った。ユズとライムって何者?ごめん、まだそこまでは。そっか。でもリフレクターについて何か知ってるなら二人のことは詳しく知った方がいいよね。うん、私たち全員に関わる部分でもある。にしてもすごい人生だね、ひなこさん。奇想天外というか、なんというか。良くも悪くも退屈はしなかったかな。退屈しなかったか。いいな、才能にもチャンスにも恵まれていて。あ、見て、あの先に続きがあるんですね。ユズ、ライム、待ってて、今行くから。